まずは今日の勝利振り返ってください。前半戦線されて、苦しい展開もありましたけど、結果的に、延長を含めてチームとして彼らのことはすごい良かったなと思います。植木選手自身、前半からこうゴールに向かっていく姿勢ずっとこう出し続けて、ゴールにつながりました。振り返ってください。前半より後半はもっともっと仕掛けようって思った中で、チームとして、同点ゴールを決めたっていうのはすごい良かったですし、試合としてはやっぱり難しい時間もあった中で、やっぱ個人としてもチームとしてもやりきれたところが良かったです。チームとしては、ね、なかなかこう先制されるっていうことはなかったと思うんですけれども、今日ちょっとこういつもと違う展開の中でチームはどうでした？落ち着いてこうできてた感じですか？後半45分あるので、その中でやっぱ自分たちの時間が来るっていうのが分かっていたので、そういった部分では落ち着いていたかなと思います。実質のこう、ルーキーイヤーということになると思うんですけれども、そこで3冠、これどうでしょう？やっぱ自分のサッカーキャリアの中で、3冠っていうのは、そう簡単にできることではないので、それを1年目にできたっていうのはすごい良かったと思いますし、チームに感謝したいです。この大舞台の中で自分のプレーを出せてたと思うんですけれども、そこ何か心がけてた部分でありました？やっぱり、なでしこジャパンとかそういうところを目指す上で、やっぱ大事な試合で結果を残すっていうのは、やっぱり一番大事なことだと思うので、そういった部分では、同点ゴールを決めたことは良かったかなと思います。で最後にサポーターに向けてメッセージをお願いします。今シーズンは、熱い応援ありがとうございました。来シーズンもまた3冠を目指して頑張るので、応援よろしくお願いします。